こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は、ホヤメガネレンズのあの新製品なんですが、曇りづらいレンズをちょっとご紹介したいと思います。まあ、今回ですね、ちょっとあの、メール、メールっていうかあの、LINE でこういう案内きまして、ちょっとあの、ホームページ、今開いているんですかね。このようなですね、その名も、曇り、 にくい、曇り291っていう会社ですね。こういうレンズがですね、あの、今回新,あの新発売になります。まあ、以前もですね、こういうレンズもあったそうなんですが、それちょっと一回、あの、まあ、廃盤になりましてですね、今回は、あの、そういう、ほとんど、あの、専用、ま、前のは、ね、専用の中のセルベットないと、あの、まあ、なんつう、ね、の、効果が出ないっいう、そういうあれだったらしいんですが、今回はこのように、あの、本当にそのまま使えるレンズが出ましてですね、 まあ、マスクの状態、した状態とか、あとはもうあれですね、こういう、まあ、あったかいものを飲んだり食べたりするときも曇らない、そういう、あとはね、こういうあれですね、外からこう出てあの、室内、も冬場の時にね、このような差がありますので、通常レンズはこういうふうになると、曇りにくいレンズはこういうふうに、まあ、非常にこういう。 まあこれからまだ詳しい案内来ると思うんですけどね。ですから通常レンズの約3倍曇りにくいという、そういうあのタイプでございましてですね。こ、まあ、本当にちょっと今回、あのこの今ね、皆さんマスクされてますんで、特にあのこれからあの曇り止めつけなくてもこういうレンズがあれば非常に便利いいかなと思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。